さあ、上りに引き続き下り、もみじライン、こっちが匠と、ロードスター NA ロードスターのバトルが繰り広げられたステージですね。ここは頂上付近なんで、まだ道がダウンヒルっていう感じではないですね。でもそばに見えてる景色が最高です。でもちょっと霞がかってるかな、今日は完全な晴れっていうわけではなくて。で、頂上付近は制限速度が30っすね、30。うおー、チャリンコで登ってくる人がいる。お、ここにも駐車場があって、さっき上りの時にこっちで止めちゃったんですよね。もう少し先に行くと峠の茶屋っていうのが後ろの今来たところありましたね。で、こういった感じでコーナーがどんどん出てくるんで、それをうまくさばいていきましょう。回転寿司のようにどんどんコーナーが目の前にやってくる。ここもか。お、スイスポ、スイスポもいいっすよね。軽くてホットハッチ、回り込んだカーブ29。うお、葉っぱが降ってくる、降ってくる。お、いいかも。上りの時は結構前に遅い車がいて詰まってたんですけど、今は車がない、かといって制限速度低いんで、そこまでエンジン回せない、かつ下り、しょうがない。風景を楽しみながら行きたいと思います。風景、イニシャル D の雰囲気だね。うーわ、すげえ。また上りとは違った光景が見えて面白いですね。もみじのトンネルが歓迎してくれてるみたい。トンネルといえば、結婚式とかで沖縄だと新郎新婦が退場するときにみんなで手つないで、花道を作ってあげるんですけど、僕あれ嫌いというか苦手というか手汗体質なんで、緊張してると、もしくはなんか人が大勢いるところだと結構緊張感があって手汗が出やすい体質になったりとか、まあ気温の影響とかもあったりするんですけどね。皆さんの地域の結婚式はどうですか？そういった花道とか作りますか？回り込んでる。 Google マップでこのコースを出そうとしたら県外で出なかったっすね。使えねー、しょうがない。山奥なんで届かないところもあるでしょう。おー、こちら辺はちょっと荒れてるな。でもこの荒れ具合、まあ群祭も荒れてるところあったんで変わんないですね。お、速度域ちょっと上がったんで、もうちょい、30キロコースは終わったんで、もうちょい行けるね。かといって
うわ、後ろの荷物整理するの忘れた。青森でいただいたリンゴジュースが、リンゴジュースの缶の音が聞こえてる。ここはアクセル、あ、ちょいブレでいけるね。で、詰まっちゃった、しょうがない。9% の下り坂。冬のシーズンだとこういったところって、あの、自然とリアがスライドしたりとかあるんでしょうか。 FR の場合だとフロン、他の FF とか4駆だとどういった挙動になるのかな。よくスピードが遅い時の表現で、あくびが出るぜとか、蚊が止まりそうだぜとか、そんな表現ありますよね。皆さんならどんな表現をしますか。すごい遅い時に日が暮れるぜとかもありますね。おー、ちょっとした滝っていうか水が流れてた。お、これはステップ、あ、フリードのモデューロかなんかかな。エアロがかっこいいんですよね、モデューロ。お、コペンでインスタ360、多分360度のカメラつけながら走ってると思うんですよね。いや、いいな、あの光景も面白いでしょうね。ただ編集するときにちょっと大変っていうね、多分どの角度の映像を YouTube にアップロードするんだったらアップロードするのか。結局見るものが 2D なんで、この平面上の画面じゃないですか。ヒール&トーの練習になりますね。で、ブレーキングも安全な速度域で、まずフロント荷重かけて、で速度落として抜きながらちょいステアリングを切れ込んで、でさらに第2の打角を入れていくと、もう完全にブレーキを抜いてっていうのをレーシングドライバーの谷口信輝さんが解説してましたけどね。あ、今 できてたか。そうやってただドライビングするだけじゃなくて、ちゃんと自分ができているかとか振り返るのが大事ですよね。行動でもそういった車を操る、うまく操っていければ事故とかも防げるでしょうし、なんか無駄な、これからの冬の季節だったら無駄なスピンとかも、車の挙動を乱すような運転とかも極力減らせるんではないでしょうか。まあ、もし滑ったとしてもその対処の仕方、ドリフトだったらあのカウンターステアって言って、滑った方と反対方向にステアリングを切って車を安定させるっていうのがありますけど、こういった曲がってる時に反対に切ると、滑り始めたら、ケツが滑り始めたら、そういったのを知ってないとただスピンするだけになっちゃうみたいな。それによってうわーって乱れてバーンみたいな。
そんな深い回り込んだカーブではなかった。いやー、 Google マップ必要だなー。カーブ15、もうちょいだね。最後まで切れ込むと落ちます。カーブが2つ混ざってるような感じですね。途中でちょっと少しまっすぐみたいな部分が出てきて、詰まってきたんで、あとはエンジンブレーキで流しながら、緩やかに曲がっていくと、でコーナーの先を、行き先を見ると、そのすぐ近くっていうよりかは、っていうのもこの速度域だから練習しやすいと。でチャリンコで登ってる人もいるし、で路面状況とかも見ながら、よし、いい感じで回転数が合いました。それに満足してブレーキングとステアリングの切れ込み方が多分バラバラだったと思う。で、そういった意味ではやっぱイニシャル D ではこの闘争心大事だって言ったりするけど、冷静さ結構重要かなと思うんですよね。例えば怒りに飲まれてる時って冷静な判断できないじゃないですか。なんか後から振り返ってみると、やらなければよかったっていうこの怒りに任せてすごい暴力的な人を傷つけるような発言したりだったり、まあうまくそういった怒りのコントロールができない人は何か物に当たったり、最悪の場合人に手を出したりと、そういったのが人を傷つけてしまうと。そういった怒りだけじゃなくて感情、恐怖だったり不安とかで興奮しすぎて判断が狂っちゃうとか、そういったのをうまくその感情に対処する、抑えるってよりかは対処する。感情って生まれてくるもんなんで、それを抑えることはできないんで、そういった感情になった時にどう行動するかは自分で決められるんで、それをうまくできるようになっていくのが瞑想だったりするんですよね。どこに集中を向けるかっていうのが瞑想の、瞑想によって鍛えられるんです。それを僕は7、8年ぐらいやったのかな。Z に乗ってるお坊さん、スパイラルのゼロがいるじゃないですか。もうあんなイメージっすよ。冷静に、以前と比べてはかなり冷静にいろいろ物事に対処できるようになりましたからね、瞑想を始めてからというもの。落石注意、おお、アパッチしてきた、びっくりした。あと心理学的には感情をうまくいろんな言葉で言語化できる人ほどストレスが少なかったり、感情にうまく対処しやすかったりとかあるみたいですよ。怒ってる怒ってないじゃなくて、今どれくらい怒ってる、レベル分けしたりだったり、どういった怒りなのか、煮えたぎるような火山が爆発しそうな怒りだだったり、なんだろう、他にうまく説明できないな。ちょっとだけムッとするような怒りぐらいだよねぐらいだったり、
わ、ステアリング切れ込むときに小指がこうなっちゃう癖だね。ドリンクを飲むときにこう小指が立ってしまう人、僕です。もうこうやって影になってるのもいいですね。で、そこを抜けたときに日の光が差し込むのがすごく綺麗です。スピードを出してきた。慣れたから攻め始めたのかな。かといって近づきすぎると危ないんで、やっぱ車間距離は十分に取らないとね。昨日いろは坂で走ってたみたいにモンキーが出てきて、あ、モンキー、猿が出てきて急ブレーキを踏まないといけないとか、そういったパターンもあるんで。で、対向車が中央線センターラインはみ出してくるパターンもあるんでね。ブレーキング切れ込む。どこのサーキットかな、堀戸学選手、あのレーシングドライバーの堀戸学選手が時々パークトレーニングみたいなことをやってて、ドライビングスキルを磨く講習、道場走行したりっていうのをやってたりするんですよね。そういったの参加してみたいな、せっかくだから。大きな駐車場でコーンを置いてコースを作って、タイトなコーナーだったり緩やかなコーナーだったり、そういった基礎的なドライビングスキルを練習できるものらしいんですよ。まあ、そういったので感覚掴んでみたいな。いくら動画でいろいろ知識を得たとしても実践できないと意味ないんで、こういった峠を走りながらいろいろやったりするはやったりするんですけど、それが果たして本当にできてるのかっていうのは、そういったプロっていうか分かってる人から教えてもらわないと分かんないじゃないですか。そういった自分の状況と、ちゃんとしたスキルとの照らし合わせ必要ですね。主観的なイメージじゃなくて客観的に物事を見たりと、それを助けてくれるのがデータだったりするんですよね。例えば YouTube やっててただ動画をアップし続けるんじゃなくて、アナリティクスっていう、どの動画がどれだけ再生されてどの時間帯に一番見られてますよとかも教えてくれるんですよ。YouTube やってるクリエイターさんに向けられたアプリがあるんですけど、そういったのも見ながら、どの動画が見られてるから、じゃあ今後はこういった動画をメインにやっていけばいいかなとかも判断できるんですよね。あら、俺どこに行けばいいんだろう。あ、間違えた、こっちは大丈夫だ、まっすぐ行こう。というわけで、イニシャル D の聖地、なんか雑談ダウンヒルドライブになっちゃいましたけど、今回はここで以上となります。壮大な景色を見ながら、うわ、こっちも面白そうだけどね。じゃあまた次回、バイバーイ。